はいどうもとっても可愛い霊夢ちゃんです。今回は金色の菓子から、ブラゴの術について見ていきたいと思います。ブラゴの術は主に重力を操る術であり、見えない力の塊などを扱います。何よりブラゴの戦闘スタイルは非常に洗練されており、無駄な呪文を使用しません。使用する術の数は、おそらく作中の魔物の子では一番多いです。それでは見ていきましょう。レース。手のひらサイズの球状の塊をぶつけて攻撃する。初回使用時は清麻呂に使われ壁まで吹っ飛んでいました。清麻呂たちは最初これを視認することができていませんでした。そしてゴフレの努力状態を一撃で仕留め、その後清麻呂にまた放たれ吹っ飛ばしておりました。千年魔物編では威力をコントロールすることで人間と魔物を引き離す手段として使われていました。ガッシュとの最終決戦では、戦闘開始時に使われとてもかっこいいシーンでした。初期術であるこの呪文は基本的に様子見のジャブなどで効果的に使っていました。グラディレイ、強力な重圧をかけ、相手の動きを封じる術、清麻呂に使用され動けなくしていました。ガッシュにも使われ当初この呪文に抗うことができませんでした。ボッケリオ戦では、ジュロンを簡単に止めておりました。ギガのレース。レースの上位互換。力の大きさは倍以上に膨らむ。初めてガッシュに向かって放った際は、思わぬ威力を発揮したザケルの一撃に相殺されました。フリガロ戦では戦いを決めた術となり本を燃やしておりました。クリア編ではクリアの音相手に戦闘開始時に使われましたが、指先一つでギガのレースを弾き飛ばしていました。その後も使われこの重力の塊をクリアの真横に放すことで、クリアのバランスを崩し隙を作っていました。アイアングラビレイ、一定の範囲に重力をかける術。力の放出を続けると重力場の移動もできる。初回フリガロに使用されスケープギジルドを破壊するほどの威力でした。ポッケリオ戦ではジュルクにより身を隠されたため、周りの木ごとまとめて周囲を一掃しミステリーサークルのようになっていました。千年前の魔物との戦いでは、複数の初級呪文をまとめて相殺しておりました。ファウード編では上空でファウードのビームを弾き飛ばしていました。ディオガグラビドン、外側に力が働く球状の重力弾を放つ術。中心部から複数の釜のようなものが伴っている。物語中盤まではブラゴの主力技の一つでした。初回使用時は大魔物ではなく小さな子供を救うために雪崩を止めようとして使われましたが、山ごと削り取ってしまっていました。千年魔物編では、千年前の魔物3体を相手に使われまとめて本を燃やしていました。その後のバムー戦で使われその威力を見たなぞなぞ博士は白旗をあげるほどでした。タイゾフィス戦ではディオガテオラドムをこの術で受け切っておりました。二度目の使用時にはゾフィスに心を乱され、それほど防御力のない盾に防がれていました。ですが、三度目の使用でチェリーがここを守りたい気持ちが高まり、ディオガテオラドムを破壊しゾフィスを倒すこととなりました。大クリアの音ではこの術でかわされることを承知で使われ、クリアの隙を作るために使用されました。バベルガグラビドン、グラディレイの上位互換。その威力はこれまでの呪文とは比べ物にならないほど大きく、ディオガグラビドン同様ブラゴの主力呪文となりました。一撃で地面が大きく陥没するほどの威力を誇り、ゾフィスが消しかけた数十体の魔物に一度にとどめを刺しました。大ゾフィス戦では、ディガンテオラドムに対して使われゾフィスの腕ごと巻き込んで相殺。ファウード編ではファウードを止めるために使われ、海に大きな穴を開けファウードを転倒させていました。上空から海面への攻撃なので対象がだいぶ離れていても威力は変わらないようです。その後日本に到着寸前のファウードが暴れて指からビームを放たれた時に使用され、ビーム本体ではなく発射元の指ごと巻き込んで照準をずらしビームを膝付近に当てていました。クリアの音に使用された時には、クリアのスプリフォにより術を一部分だけ消滅させられていました。ビドムグラディレイ、2箇所に重圧をかけるグラディレイの上位互換。千年魔物編で使用され、空を舞う魔物を叩き落とすことに使っていました。ディオルレース、両手から螺旋状のレースを放つ術。千年魔物編では、片手ごとに1体ずつ敵に当てていました。クリアの音に使われましたが、簡単に避けられていました。オルガレース、螺旋状のレースをビームのように放つ術。ゾフィス戦で使用。ですが心の乱れによりゾフィスのオルガラドムに打ち負けました。ボルツグラビレイ、重力で相手を吸い寄せる術。これを応用して自ら急速に相手に接近し、一撃を叩き込むこともできる。クリア戦で使用され素手で強烈な一撃を食らわせていました。リボルト G グラビドン、球状の重力場をいくつも作り、空間ごと相手をねじ曲げる術。
クリア編でローゲバイパーとの戦いで使用され、この術で勝利し残りの魔物が10体となりました。対クリアではこの術でクリアを閉じ込めクリアをねじ曲げていましたが、クリアのバスプリフォにより簡単に相殺されてしまいました。ガッシュとの最終決戦では、エクセレスザケルガを受け止めていました。ニューボルツマーグラビレイ。クリアとの戦いで屈辱を受け怒りに満ちた時に術を習得。敵の近くに強力な重力場を作り出す術。もっとも、使いどころによってはモモンやパピプリオの術と同様、回避や防御などを短時間行えなくすることができる。ですが、クリアのアムドリュスプリフォによりかき消され、動きを数秒間止めるだけとなりました。しかし2度目の使用では、クリアの動きを鈍らせることにより、アシュロンの新兵ウルクを当てるためのサポートとして使われ、アシュロンのパートナーであるリーンに高い評価を受けていました。ガッシュとの最終決戦ではキヨマロのアンサートーカーを駆使されたためカラウザルクによって簡単に回避されていました。ラングマレース、死闘のように振り、対象を切り裂く術、重力のこもった斬撃を飛ばす感じでしょうか。アムグラナブル、両腕の強化術、この術でクリアをボコボコに殴っており、クリアの首の骨をへし折るほどのパワーでした。ですが完全体に近づいていくクリアの猛攻には、死守するので精一杯のようでした。ディボーグラビルク、一時的に攻撃力、速さを上げる肉体強化。描写から見るとほんの一瞬だけの肉体強化術のようです。ベルドグラビレイ、帯状の重力で相手の術を吸収する。その限度を超えた分は積力で弾き返すことも可能。アシュロンの胸に穴を開けたクリアのランズラディスを弾き飛ばしていました。クエアボルツグラビレイ、複数の板を発生させる術。その一つ一つに力が働き、相手の術の速度を落とす。クリアのフェイガンズビレルをこの術で遅くし、ガッシュのジオーレンズザケルガを当てるサポートをしていました。ニューボルツシングラビレイ、最大級のボルツグラビレイ、新クリアセウノウスザレフェドーラの大砲の土台を消滅させていました。まるでブラックホールに飲み込まれるかのように一瞬で跡形もなく押しつぶしましたね。シンバベルガグラビドン、最大級のグラビレイ、ブラゴ自身の力とチェリーの心の力で生み出される威力も相当だが、さらに腫瘍によって地球の力を少し借りることで桁違いの力となります。その威力は新クリアセウノウスですら力で上回るほどでした。しかし、それは地球の自転をほんの少し自分の体で受け止めるようなものであり、相当の肉体的負担がかかる模様。二度目のクリア使用時には完全体のクリアの消滅波を受け切っていました。三度目の使用では完全体クリア本体に馬王と共に放つも消滅させられていました。ガッシュとの最終決戦では、馬王ザケルガに使用されるも受け止めきれず破られました。以上になります。いかがでしたでしょうか。魔物の中では一番術が多いため汎用性が広く、超強力な術からここぞという時に使える術など、ありとあらゆる場面で使える術で無駄が一切なかったです。優勝候補の一人として扱われるのがよくわかりますね。個人的に一番好きなのは、ガッシュとの最終決戦で使われたレイスです。初級呪文であり派手さはないのですが、ブラゴのこれまでの戦いと違いあの戦闘開始時のレイスはブラゴの全てを物語ったものに見えて、本当にかっこよかったです。ブラゴの術はかっこいいものが多いので、皆さんがどの術が好きかコメントお待ちしております。今回はここまでにしましょう。次回の金色のガッシュでは、高貴なるベルモンド家の霊場、チェリーベルモンドについて見ていきたいと思いますので、次回もお楽しみに。